ロールスロイス、スネックマ M45H は1970年代に VFW フォッカー614専用に生産された中バイパス比のターボファンエンジンである。設計はブリストルシドレー社とスネックマ社の共同事業として開始された。単段式ファンと5段式低圧圧縮機は3段式低圧圧縮機で駆動され、7段式高圧圧縮機は 空冷式パンダン式高圧タービンで駆動される。アニュラ型燃焼室とプラグ型飛行合式排気口は設計の別の特徴である。エンジン開発当時、ロールスロイス社が破産した結果、エンジンの開発は遅延した。市内の空港から運航する短距離離着陸機用の需要のための超低層オンエンジン技術、実証用として設計された。 M45SD-02 と RB410 は M45H-01 ターボファンの派生機種である。歯車減速、可変ピッチファンに低圧圧縮機の一段目が交換された。高バイパス比でファンの抑端速度を下げることができた。高温の噴流速度を下げたのも主要な設計の特徴である。逆噴射時、吸気はバイパスダクトに入り、 外壁のノズルの隙間を通り、ファンを通過して噴射される。バイパスダクトの吸気の一部が中間圧縮機に入り、維持するために専用の切り替え弁からガス発生機に送られる。逆水力時はファンの角度を逆のねじれにする。エンジンの試験は1970年代半ばまで継続された。この計画の主任技術者は、 デビッド・ミクマートリーでレニシ所社の共同設立者で会長だった。試作エンジンが在庫になった後、ニューミルズの施設で、サー・デビットに安全に保管するために与えられた。ニューミルズの技術センターで保管される、可変式 M45SD-02 エンジン、ロールスロイス、スネクマ M45HA エンジンは、コスフォード王立空軍博物館で展示される。 VFW フォッカー614の翼上に設置された、M45EG 一般的特性構成要素、性能出典ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1971から72、一般的特性構成要素、性能出展、フライト・インターナショナル1973類似のエンジン、ありがとうございます。